自分には罪がある。自分はダメだって絶対思っちゃダメなんですよ。ね。自分は大丈夫だっていう話しかける習慣を作っていきます。Alright, thank you so much for checking out Chris's room. いや、今日はね、本当に僕、なんか過去の15年間どうやったら幸せになれるんだろうっていうことをすっごい勉強していて、もしね、いろんな本ね、多分ね、1000冊以上の本読んだり、いろんなコース受けたり、いろんな YouTube のビデオ見たんだけど、もしこの、まあ、本当に10年、15年のこの僕のリサーチをキュッて、もうこれだけやったら幸せになれるんだみたいなデータに説明できるんだったら、多分このビデオで説明することになると思うんだよね。で、どういうことかというと、まあ、前回のビデオでね、姿勢を良くして胸を張って生きていくとセロトニンっていうあのホルモンが流れるから、すごいもうね、人生が楽になるよっていう話をしたんだよね。で、ちょっとあの伊勢エビと人間は似てるっていう話をしたんですけれども、その時にね、もし自分の中でどのような習慣を、何でも習慣をつけることができたら、どのような習慣をつけたいのかと、ね、早起きするとか瞑想するとか、ね、嫌いなことをすぐできるようになるとか、いろんなことはあったんですけれども、実はね、この中で一番いいなっていう習慣は、自分に優しく話しかけることっていうことなんだよね。まあ、どういうことかっていうと、自分に優しく入れることっていうなんですよ。で、なぜこれが本当に僕が一番大切な習慣だなって思うのは、まあ、本当はね、ドクター・ブレネー・ブラウン、ドクター博士ブラウンっていう博士がいるんですよ。で、彼女は、まあ、あの女性で The Power of Vulnerability っていう、あのね、TED のビデオで爆発したビデオで、 Dare to Lead っていう、ね、本も最近出版したんですけども、まあ、本当にね、この罪悪感と幸せについて世界のトップ10に余裕に入る僕は博士だと思うんですよ。で、彼女がもう本当に10年以上の研究をやって行って、あるデータが明らかになったんですよ。で、何かっていうと、もう本当に何万人インタビューして、この人類の中の何パーセントは必ず幸せな人がいるって気づいたんだよ。これデータになってるんですよ。で、このね、人類の中の何パーセントはいつも何があっても幸せなのよ。もちろんたまに落ち込むけど、プッてすぐ復活できることができるの。で、このいつも幸せな人の共通点、トップ10っていうのを見つけたんですよ。で、今日はこの、まあ、10個の共通点があるんですけど、その中で一番大切な一つのポイントを説明できればと思います。で、何かというと、この常に幸せな人は、ね、何が起こっても自分は愛される資格があるって知っているんだよね。で、これを英語にすると It's a deep sense of love and belonging。 まあ、もうちょっと言うと So deep sense of I am lovable。 もう本当に心の中から、僕は、私は愛されてる、愛される資格があって、マジ愛されていい人だって本当に心の底から思ってるんだよ。ね、面白いでしょ。で、今日はそこをもうちょっと、どうやったらその本当に心の底から愛されてもいいんだってなれるんだ、マジね、本当にそれを思えるようになる、思えるようになると、マジ人生ってガチね、幸せになっちゃうんですよ、もう本当に。で、なぜかというと、 ね、こういうことなんだよ。愛される資格を持っているっていうのは、 I am a good person. I am a lovable person. 私はいい人なんだ。私は愛されてるのがもう本当に普通で当たり前っていうか、愛されてる人なのって思えるようになると、どのぐらい自分の人生が変化するかっていうと、例えば何かのプロジェクトで失敗するじゃん。で、愛されていいんだっていう人は、いや、私ちょっと頑張ったけど、今回無理だったけど、本当に偉いわ、頑張ったわって言えるのよ、ね、でも、その deep sense of lovable、 その愛されるって資格を持ってない人は、あ、失敗しちゃった、やっぱ俺ダメなんだって、私には無理だって、この大きな勘違いをするのよ。まあ、もう一回説明すると、例えばダイエットっていうプロジェクトで失敗するじゃん、ね、
この幸せな人たち、愛されてもいいって、愛されてるっていう人たちはダイエット失敗すると、ああちょっとこの今回難しかったって、でもしょうがないよね、ダイエットってめっちゃ大きいプロジェクトだし、うん、多分私はやり方が分からなかっただけよって、ちゅうかやり方は分かってないから、そんなのでうまくいったらねすごいわ、よしじゃあもう一回チャレンジしてみようって言って、キーンって気軽にピコーンって立ち上がることができるわけよ。でもこの愛されるっていうこの資格がないと思ってる人は、あ、ダイエットは無理だったって、やっぱ俺は無理だなって、私なんて無理よねダイエットなんて、私なんてずっとね、こうやって太っていて健康なんて私の人生には手に入らないよって。でこの時に脳の中で何が起こるかっていうと、私がダメに変わっちゃってるんだよ。私は大丈夫なんだけど、私っていう自分自身は OK なんだけど、この外の部分が失敗したから、この部分はうまくいってないわよねって。例えばダイエットで私の体の部分はうまくいってないけど、私は最高なのよって思えるようになるか、これを体重と私を一緒にしちゃって、体重がダメだから私がダメだって勘違いしちゃう、この違いが人生の幸せな人と幸せじゃない人の違いだってブラウン博士が研究で明らかにしたわけなんですよ。これ面白いでしょ。でマジこのメンタルの話なんだよね。だからもしこのビデオ面白いなって言ったら、この先週 の, このセロトニン日本語でなんて、セロトニンのこの姿勢を良くしているとセロトニンというホルモンが流れやすくなるのね。でこのホルモンが脳に入っていると、この自分のプロジェクトがダメにいったことと自分の違いがもっと分かりやすくなるの、ね、でその先週のビデオもぜひ見ていただきたいんですけれども、この、ね、姿勢を良くするっていうのはまずナンバーワンだけど、この自分を愛されるようにっていうか、愛されてるって気づくと人生がすごい変わってくるんですよ。なぜかというと、自分がダメっていう考え方が、自分はいいんだけど今自分の人生にはチャレンジがちょっとあるよなっていう考え方に変わった瞬間に、正直言って 80% の人生の悩みはパッて消えちゃうんだよ。マジこの 80% は僕どっかで聞いたことがあるんだけど、ドクター・ピーターソンも多分言ってたと思うんだけど、これ本当に僕の個人的な意識なんだよね。この自分がダメだっていう考え方を、この今自分にはチャレンジがあるんだっていう考え方に分けるだけで、これをね、どうやってやるのかっていうと、自分に優しく話しかける習慣を作っていくんだよ。それが僕がベストだと思うんですよ、ね、例えば自分に厳しいっていうのはすごいいいんだけど、ね、自分に厳しくても絶対やっちゃダメなのは、自分がダメだってその勘違いを自分に教えちゃダメなんですよ。この最悪の罪悪感、英語で言うと shame っていうんだよね。あなたはダメです、まあ、本当になんか本当にキリスト教で第一の罪みたいな、生まれた時から人間は罪がありました。何ですか？体という罪です、ね、そういうすごいビブリカルのような話になるんだけど、自分には罪がある、自分はダメだって絶対思っちゃダメなんですよ、ね、自分は大丈夫だっていう話しかける習慣を作っていくの。これさ、あの2018年の10月9月8月だったっけ、イーロン・マスクとジョー・ローガンの英語のポッドキャスト見たっけ。これ2時間ぐらいのイーロン・マスクのポッドキャストですごい面白いこと言ってるんだよね。イーロン・マスクも言ってるんだけど、本当に人生っていうのはニオコルテックスブレイン、進化されているブレインが古いリンビックブレインとを会話してるだけなんだよ ね。自分の体の中にはヘビの脳っていうのがあって、そこで That's the run and fly、 そこがその戦うか逃げるかっていうその判断しかしない脳が自分の中にあるわけなんですよ。で考えてるところでこの脳を安心させることができるんだよね。だからこの自分に大丈夫だよ、ね、あなたは生きてるし、今夜はね、なんかあったかいところで泊まれるしっていう感じで自分に話しかけることによって、
この古い脳が、your limbic brain が安心させてくるわけ、安心になってくるんですよ。これをやっていくのがすごい大切だ、僕は本当に思います。なのでですね、本当にこのビデオのポイントは、幸せな人はなぜ幸せなのかっていうと、自分がダメじゃない、自分は大丈夫なんだ、もう本当にちょっと行きたいんだったら、私って可愛いよねとか、俺ってちょっとかっこいいよなとか、 俺のこういう部分いいよなっていう、まあ、自信っていうのか、本当に心の中から私は大丈夫、僕は愛されてるっていうのを自分の中から感じられる人になるっていうのが、この人生で幸せになるための一つの秘訣なんだよ ね。でそのショートカットが、自分に優しく話しかけるっていうことなんだよ。この自分の恐怖を感じている脳ね、この蛇の脳が、うわやばい大丈夫な、ねえ変なのに私はダメない、うわーっていつも戦うか逃げたいって思ってる脳に、大丈夫だよ、ね、うまくいってるよって、私はあなたと一緒にいるよみたいな、自分に話しかけることによって、その脳が安定していくわけよ、その古い恐怖の脳が。そうするともっと幸せを感じられるようになると思いますので、ぜひ皆さん、ちょっとねクリスに騙されたという感じで、自分に優しく話しかけてみてください。お願いします。 Alright, keep it positive and I love you guys and I'll see you next week.